はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあ、今回はこれ、日替わりピックアップメタスラの、冠1日1回無料と、というわけで、今回は、日替わりピックアップで、はい、メタスラ防具のピックアップ、まずは冠、そして次の日からローブ上、下、兜、鎧の上下、そして盾と、現状持っていないのが冠と、鎧の上下、そして盾と、つまり、ね、それとは別に兜上も性能がすごく良かったりするので、提供割合見ても分かるように、ピックアップが 2.5 倍で、それとは別の大当たりたちも、これは 3% あるのかな、だから 5.5% が大当たり、正直ローブの上と下はそんなにいらないんだけど、まあ兜も性能いいしということで、まあなんとか冠一つは手に入れたいということでね、引きたいということで、今回はこの福引きを引きますと。まあ福引きだけっていうのも寂しいので、今回は、はいと、まあ装備も整えてるんだけどね、ちょっとね、幻鍵のエスタークをオフラインでは倒してないので倒していこうかなと。装備はこんな感じです。気になる人は細かくどうぞ。正直そんな強くないんで紋章までは合わせてないんだよね。よっと、パラディンで守って最後のゲージを安定させようかなっていうことにして、そのためにいつもバトマスだけどちょっと海賊に戻してる。本当はそれ考えると俺がパラディンにして守った方がね、転生2だからヒットポイントちょっと高いんだけど、まあそこまで気にするほどでもないかなと。はい、そんな感じで幻ダンジョン、まだいくつか倒してないんだよね。で、今回でうまいことね、冠出たらね、次鎧下か盾の時にちょっともう一回挑戦したいなっていう。まあ今回でこの1万6000ジェム、まあ実質1万5000ジェムかな、全部吸われちゃうかもしれないんだけどね。じゃあということで今回はエスタークに挑戦。はい、こんな感じです。普通に25ターン以内に誰も死なないでクリアしろ。はいっと、さあフレンドどうするかなんだよね。もうこの辺の竜神の装備完璧になってる人たちに助けてもらえば余裕な感じはあるんだけど最近のね、これあれかなって思ってるのはやっぱりね、ルビスのね扇がね異常に強くて、ルビスの扇でラスゲーを吹っ飛ばすっていうプレーをちょっと言ってみようかなと。でもルビスの扇持ってくれてる人はさすがにパラディン転生前33は無理だな。フレでルビスの扇持ってる人2人ぐらいしかいないのかな。それ考えると、ちょっと厳しいか。無理かな。ノラの人でルビスの扇持ってる人、ハグメタの扇ならどうなんだろう、最後の週末防げるのかな、多分無理だと思うけど、まあ週末で賢者守ってベホマラーすれば安定すると思うんで、ダメだな。まあじゃあしょうがないか、それなりの装備整ってる人でいいかな。それじゃあね、天空剣を持ってる、天空剣を持ってる海賊あたりが、でも自分が今海賊やってるからね、それ考えると、ハグメタの鎧上、もうこれはポコニャンさんに手伝ってもらって楽勝に行っちゃおうかな。物理が多いシルビス盾で魔法を止めれるから、よし手伝ってもらおうかな。 OK。 アイテム何が良かったかなと、
とオフだからね、超万能薬持ってっときゃいいか。でまあ念のため復活と世界中で特薬草で回復、特に問題はないだろう。そしてあとは食事だね。食事、眠りは大丈夫だろう。ブレス耐性、守備力ダウン軽減。炎ブレス、そのあたりかな。まあ混乱かな。スパゲッティ、まあトマトスパで。はい、じゃあこんな感じでいきましょう。あと5個しか残ってないからね。パラディンのヒットポイント474もいくか。まだ転生99じゃないのに500近くいくな最終的に。さあ刃砕き食らいたくないんだよな。多分ねラスゲぶっ飛ばせるんだよね、ルビス奥義あれば。灼熱まではそんなに早くない。そして25ターンだから、うん、そんな痛くないな。ちょっとダメージもらっとこう。よっと、たたうたないとダメージ出ないな。とりあえず普通に防御でいいか。いやこれ黄金竜氷にしたら気にせずいけるな。で、あーコンボになったか。まあベホマラーの回復で十分だろう。でピオリムしてギガソで、この灼熱が溜まり始まったから、ここで荒波使ってもここからは一気でいいかな。ちょっと戦友だけ、よし、とりあえず1回目のマタギ、それなりに食らうな。アクブレで回復かな。痛恨の事故さえなければ。事故る事故る事故る。よし、さあ灼熱食らってベホマラ、いやいらないなベホマラ、残しておきたいなベホマラ。湧き立つで回復。タタウタ、そうだ海賊じゃないからね、たまりが悪いね。で刃砕く食らってベホマラ、あーまさかの2段階ダウンはしてたけど2段階アップまで解除されるとは思わなかった。もうこれダメージ全く通らない。これはもう取ってとっとまたいじゃおうか。鎧砕く食らったら地獄見るな。よし、とっととまたいじゃおう。で ここをね、こっちはね、おっと2人呪文無効盾が3人いるから、ここでな、攻撃力ダウンがなくなるまで待つか。レギュラーマン効きませんと。でベホマラーと、アクブレー、はい、バイキルトは自分がけ、そしてタタスタで、よしリセット完了。ちょっと間違えて撃っちゃった。でサイピオリム、まだ12ターンだよ。
で、こんだけ防御しておけばドルモアも怖くない。よし、さあ最終ゲージまたいでいく準備。タタウタかけ直し、陶器剣。よし、さあまたゴー。はい、潜入。ギガソー、超ギガスラッシュ。はい、またギ。さあどうなる、激怒だろ。とりあえずギガイオナズンかましといて、さあここでベホマラーさえベホマラーいらないし、これも効いた。楽勝、お、楽勝だった、2人治った。じゃあ楽勝だわ。魔剣乱舞、痛恨確定は痛い。ベホイミ、で超万能薬。ああさらに、はい、ベホマラーになっちゃった。でヨナズン食らってベホマラーしたらもう負ける要素は何もない。はい、希望ドラゴラム。あ、これ逆にあれが危ないかも。あ、全然ダメージ出ねえ。次の連続呪文で終わるね。おっと、よし、はい、魔剣乱舞、ギガデインヨナゾン。よしよし、まあ幻だからそこまで強くないよね。お、金金。ドゥルーン。経験値おいしいです。混乱体制でいった割に結構混乱したな。お、地獄の帝王の鎧。これ欲しかったんだ。はい、ということで問題なくパーフェクトクリア。やったぜ。さあということでね、無事エスタークも、金色のピンがつきました。じゃあ行きましょうか、本番。とりあえず1日1回無料、もうこれで出てくれたらすごい嬉しいけど。さあ来い。5.5%、 はい、跳ねもしない。まあそんなものよ。さあとりあえず冠1つ、ベストは3つ。まあ大いに越したことはないからね。それはベストは10個全部出てくれりゃいいけど、そんなことあるわけない。さあそれじゃあ行きましょうかね。大当たりが 5.5% あるからね。さあまず1回目、一発目で来い。そしたら俺の心に安定が、まあそんな甘くはない。さあ2回目、はい、跳ねもしない、いいんだ。ピックアップ、ピックアップさえ出れば。3回目、ダメ。はいはい、4回目、はい、跳ねもしない。モモニアポイントも欲しいからね、せめて跳ねて。5回目、7% 中ね、 5.5% が当たり。まあ、そもそも2回跳ねないからどうしようもない。もうカウントしてない。やっ、ダメ。うん、ひどい。一つ一つというよりも冠1発目10連で来い。
おいおい、派手なりの多すぎるぞ。そろそろ確定じゃないですかね。あい、はい、千万もんやポイントゲットです。はい、大外れ。まあ10連で出るほど甘くない。期待値的にはまあ40連では出るだろう。考えうる最悪かな。はい、と20連目始まります。はい、300。お次は、あー、300。スキップを押したくなってくる。全部300ね。100よりはマシだけど、ちょっと勘弁してくれ。やった、全部300ももんやポイントだ。おい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 、100じゃん。えっ、ひどすぎる。おい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 、そうそう、7回目ぐらい。もうさ、言ったら悪いんだけど、星4とかそのまま売ってくれよ。うわー、よし、確定。そもそもこの飛ばせない演出もちょっとイラッとするな。ゴミじゃん。考えうる最悪2連発。さあ30連目始まります。いや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 、いや、せめて2回跳ねろよ。 7% あんだろ。いや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 、すごいな、ほんと。おい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 、100連発。こっから格変くんだよね。いや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 、3回連続星3の可能性っていくらよ。え、マジで。いやいやいや、おい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 、ちょっと、いや、だからいくつ3出てんの。いや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 、もうそろそろ確定じゃね。え、ちょっとマジ、ちょっと待って。おい、え、マジで。ミトラだろ、ゴミじゃん。おい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 、いや、もうこれひどいとかいう次元じゃねえぞ。いや、冠せめて1個は出てくんねえと。一応期待値は40連。いや、そういう、あ、もう、あ、無理だ無理だ、ちょ、これ見てられない。俺の心が折れる。でもググ、せめて冠、冠。うわー、闇の鉢巻き、まだ出たことなかった。え、ちょっと待って。え、40連回して確定のみ。え、ちょっと話にならないんですけどね、これ。いや、もうこんなの2個。よし、これ一発目に来てよ、マジ。あー、まあ欲しかったけど、冠がなんとか。あと鎧下、残り2個だよね。これ冠と鎧下来たら神なんだけど、そんな甘くないよね。ドラシー、うわー、ね、ゴミだな。ちょっとこれは許されるものじゃないね。まあ縦はまだマシだけど、確率 5.5% で、ね、50連。期待値としては20連で1個は出るね。期待値だよね、あくまでも。だからね、2個、3個出たらよかったかな。うん、1個。うわー、はい、大爆死ジェム0だよ。
あーハグメタスラカンムリいつになるのかな俺のとこくんの。いやーもう盾はね正直いいんだよ。もう盾も4種類貫突してるからさこれだって結局10秒に行くまで鍛えなきゃいけないからさ。まあ呪文無効盾が3つになったけど貫突させるのは後回しかな。うん、守備力の問題があるんだけど、盾あんまり守備力増えないし。まあ、そうだね。なんだろう、100点満点中で5点ぐらいかな。うん。いやもうね、ジェムなくなっちゃったんで、これね、俺もう正直やる前はさ、あハグメタカンムリ、じゃあメタスラカンムリ出ちゃったよって、まあ次の日欲しいから次の日また、ボス倒しに行かなきゃとか思ってたのに、もう正直話にならない。はい、ということでね、ピックアップ出たけど全然引けませんでした。もうね、ある程度装備揃ってるからピンポイントで手に入れなきゃいけなくて、そのピンポイントが出やすいチャンスでこのざまだよと。たまるかな ?1 日で1300ジェム。無理だね。はい、メタスラの冠、日替わりピックアップ。さあ、頑張ってね、3000ジェムまで貯めましたよ、ということで、泣きの1回。さあ、行こう。もうこれで出なければ、俺に、メタ感はいつになったら来るのかな、ということになってしまう。さあ、それじゃあ行きましょうか。泣きの1回。完全にラストの10連。はい、1回。はい、ダメー。もうここで出たら心がね、落ち着くんだけど、そんな甘くはない。あと9回。あ、ダメ。羽もしない。さあ、うん、来ない。これがダメだったら、あとは1日1回無料に期待するしかなくなってしまう。2回、2回。何でもいい。ピックアップ。ハグ鎧下でもいい。むしろ下はすごい欲しい。うん、よし、来い。いやー、勝負した。2個目かー。2.5% どこ行った?まだチャンスあるぞ。頼むぞ。うん、連続。連続はダメ。三河思想が2人分。ここまで来たら3人分ないと意味ない。ああ、跳ねない。あと3回ぐらいか。いや、跳ねもしない。うん、よし。確定役か。うわ、ニューだわ。使わないわ。一応ピックアップは出たから、そういう意味ではここはまあまあ良かったけど、まあね、メインのピックアップである、メタスラ感が出なかった。終わってみると、60連回してピックアップが一応2つ。期待値的には今回 5.5% だからね。40連で2個、60連で3個欲しかったけど2個。まあ、期待値以下だね。そして 2.5% ピックアップは、まあ期待値的には40連で1個出るんじゃないかだったけど、まあ、期待値って何?はい、ということでね、2.5% ピックアップで、回したから出るとは限らないということがよく分かってもらえたかと思います。まあ、でもメタスラ感は一つはないと多分辛いと思うんでね。まあまあ、こういう結果もあるよと。おそらく君にはもっといい結果が待っているよ。待っていないかもしれないけどね。ね。まあ、貯めたジェムをどこで使うのかは、相談しましょう。どうしても欲しい装備のピックアップのタイミングが、まあ、一番チャンスが高いことは間違いないので、ね。まあ、このメタスラ防具たちは全部優秀なので、どの日に、ジェムを使うかよく考えていきましょう。ちなみにね、よっと。同時開催でね、メタスラ武器の方もね、ピックアップしてるんだよね。武器の方は槍、杖。まあ正直、
ベホマラー持ってないんなら杖が一番優先だと思う。持ってるんであれば、まあね、そうだね、メタスラ剣ね、超水星と水星があると、まあこの間出た王者とか、竜神の剣の S 狙えるんでね。俺これメタスラ剣ももう2本欲しいんだよ。今1本しかないから、水星抜くか超水星抜くかね、器として使うかのどれもしない中途半端状態で放置中だから。でも残念ながらこっちに行くほどジェムは残ってないし、そもそもメタスラ感を優先したかったね。まあジェムを何で使うか、こんなにねピックアップ同時にされてもそんなにジェムないよっていう話なんだよね。はい、ということでね、まあジェムは大事、いつ使うか、ね、よく考えて頑張りましょうということで、今回は、ね、まあ最後の泣きの10連でもう一個ピックアップが出たんで少しはマシだったけどね、40連目までは、最悪中の最悪という状態だったんでね、本当怖いね。ということで今回はこれで終了です。それではね、また次のイベントでお会いしましょう。それではさようなら。